回はこちら、日本一周ゴールドビーンズに挑戦です。こんな花、黒いチームを使ってコスプレで5回フィーバーしようからやっていきます。はい、そういうもんでね、1回目は着物ミニーちゃん、花黒いのでこのまま使っていきたいと思います。ということで、自力では6回フィーバーできて、おまけは2個つきました。3回につき1回ぐらいかな。なので4回フィーバーできればとりあえずクリアにはなると思います。はい、続いてギザギザと置きました。タイム部分を合計10個消そう。合計なので焦らなくて大丈夫ですけど、なるべくタイムボムが出るようなキャラクターの方がいいですね。一番お手軽なのはミスバニーかな。はい、ということで使っていきましょう。程よくね、タイムボムが3で出せればベストなんですけど、微妙なラインなので私は何回か
消せましたね。もう一回できるかな。もしかしたらこれが変化したかもしれないけれども、残り1個、まあ運だからね、仕方ない。あと1回でさすがに来るでしょう。という方が2回目に来るかもしれない。今回は4回出現しましたけど、まあ少なめだったかな。1回目が多かったんですね。ちょっと期待を持たせられてしまったのであれだったんですが、はい、無事クリアできました。はい、続いては謎って14チェーン以上を満たそう。はい、お隣のエルサちゃん使っていきましょう。
今割るの忘れちゃったけど、割りゃよかった。こういうしくじりをするぐらいだったら使わないで、あの最後のボーナスであってもそっちの方が良かったかなっていう感じですね。はい、続いていきましょう。一プレイでスコアボムを8個消そう。スコアボムミッション出ました。これがすごく苦手なんですけど、ガストンかな。そのガストンっていうキャラクターを持っているととってもやりやすいと思います。これを使わないんだったら、あの通数削除にしてたくさん一気に消せるキャラクターを使うのがベスト。はい、クリアです。うわ、超ギリギリだった。はい、ということでガストンはスキル発動中に作ったボムが全部スコアボムになるという、能力を持っています。そしてあのガストンが消してくれた初めの、あの部分ですねは絶対スコアボムになるので、そこで稼いでる感じですね。はい、続いていきましょう。女の子の角を使って一プレイでマジカルボムを14個消そう。はい、これちょっと戻りますが、あ、これあれ使おうか。ミニーちゃん使おう。一プレイでマジカルボムを14個なので、結構運命設定しているから、多分ボーナスもつくと思う。結構。はい、じゃあ行きます。もちろん、さっき紹介したミスバニーとか、マリーちゃんとかも、同じで、ボムを作っていく、ボムを使えば、まあまあ、これでも、
すタイミングをずらせばもう一回ぐらい次がいけたかな。で、結構つきますね。33個消して、キャラクターボーナスで19個も入ったので、まあ、超余裕クリアですけど、1.5 倍以上になってますね。これはすごい。計42個、これがしんどいかも。これもちょっと1回目ミニーちゃん使います。ボーナスつくと思うんだよな。ミニーちゃんだ、まさかっこいかな。
かな。あーでも40、ここまで一番効率よく来たのは誰なんだろう。28だったから今回12。あーでもそんなもんか、あんまり変わらないんですね。さあラスト飾るのはウーピーがいたから、クラシックミッキーあたりでいこうかな。
今回も最後までご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。